さあ、そして、ゆうとくんザスパンダの横、皆さんずらっと並んでいただきました。ステージを華やかに彩ってくれています、チアリーダーのブルースターズの皆さんです。大きな拍手お願いします。皆さんのチアリーダーの活動という中でね、ザスパ、そして群馬のスポーツをこう盛り上げていこうということで活動しています。岡島さん、先日、はい、同じ群馬のプロスポーツのバレーボールのね、そうですね、はい、群馬ブリーニングスのホームゲーム会場でも、盛り上げてくれましたので、はい、そちらのゲーム行った方は、もう見たよという方もいらっしゃるんじゃないかと思います。ブルースターズですけれども、群馬県のスポーツシーンをより一層盛り上げていく応援の象徴として活動するプロフェッショナルチアリーダーチームということになります。群馬県内ではザスパをはじめ各地でプロアマ問わず様々なスポーツのチームの活動、それを応援していくという存在です。そして名前の由来なんですけれども、群馬県を象徴します鶴のラテン語の、ブルース、それと、個人個人が輝く星、英語のスター、お星様ね、スター、これを合わせました、造語ということになっていますので、はいはい、ブルースターズのこともぜひとも皆さん覚えていただきたいと思います。お願いいたします。さあ、では、ブルースターズを代表しまして、ちょっとねせっかくですので挨拶もいただきたいなと思いますけれども、まずはキャプテンのゆうきさんに、はい、ご挨拶いただいてもいいですかね。ブルースターズキャプテンを務めますゆうきです。今シーズンより、ザスパ群馬サポーターの皆様、ファンの皆様と一緒に応援できることを大変嬉しく思っております。チーム一丸となって会場を熱く盛り上げ、皆様に楽しんでいただけるパフォーマンスをお披露目できるよう精一杯努力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてサブキャプテンの桃香さんにも一言メッセージをいただきたいと思います。はい、サブキャプテンを務めております桃香です。今シーズン皆様と一緒に熱い声援をチームの皆様にお届けして、勝利の喜びを皆様と一緒に分かち合えたらいいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、またね、新たなこうザスパのホームゲームのエースという中で、彩ってくれるんじゃないかと思います。楽しみです。はい、そしてゆうとくんも引き続きザスパ盛り上げてよ。よろしくお願いします。はい、ということでサポーターの皆さんとともにね、一緒に盛り上げていきますので、今シーズンどうぞよろしくお願いします。ということで、今シーズン一緒に盛り上げてくれますオフィシャルマスコットのゆうとくんザスパンダ、そしてチアリーダーのブルースターズの皆さんに登場していただきました。どうぞ大きな拍手でお送りください。